はい、どうも、ロックエレキギター入門講座ということで、今回は、ギターの選び方、失敗しないギターの選び方というのをちょっと解説していこうと思います。これは、エレキギター、アコースティックギターに限らず、すべてのギターを選ぶ際に、共通して言えることであるので、まあ、ぜひとも、知っておいてもらいたいと思います。これは、お店でギターを買う際に注意してほしいことを前提に話していこうと思います。はい、まずギターお店に行くとこう画面に映っているようにいいギターがあったなというこういうふうにね、パッと見最初デザインで、もちろんもう音とかでもね、エレキギターとかギターによっても音で、もう選ぶ人もいると思うんですけど、こういう感じでギターありましたよという。そして、お店で買うことの最大のメリットは、やっぱ実際手に取って音を確認できるという。店員さんに一声かけて、弾かしてください、試しに弾かしてくださいと言えば、必ず弾かしてくれるので、その時に僕がこれから説明することを、チェックして、ギターを買う際には絶対チェックしてもらいたいなと思います。はい、それではまずこう手に取ってみます。はい、このように、まずギターを手に取ってみましたと。いろいろついてると思うんですけども、全てのギターに共通することなので、今日はね、種類問わず、気分でこのエレキをちょっと例に挙げて解説していきます。まず弾きやすいギターの選び方の着眼点として、まず弦の高さっていうのを絶対に見てもらいたいと思います。弦高というんですけども、弦高というのは弦の高さと書いて弦高というんですけども、このフレットから弦のまでのこの距離ですね、フレットの上の部分から弦の下までの距離、これが高すぎると弾きにくいし、低すぎると今度はフレットに弦が当たってジリジリという音が出て、なかなか音の伸びが悪くなると、音のサスティンが悪くなるということがありますので、ぜひとも確認しましょう。はい、その確認方法なんですけども、このような感じで、1フレットから、12フレットぐらいまでのところまでなんですけど、ギターの種類によっても違うんですけども、この12フレットあたりフレット、ここですね、この12フレットのところに、このような物差し定規ですね、これ100円ショップに売ってるものでも何でもいいんですけども、それをこのように当てて、自分の目で見える目と平行にして、このような感じでこう当てて、フレットの下の位置から弦のフレットのこの上の位置から弦の下までが2ミリから3ミリまでの高さがあれば、弦の高さが適正だという、正しいというっていう、それが一応基準になってます。それがね、一つ弦高の調整、見方ということで、あとは、ちょっと、面倒くさいと思う方もいると思うんですけども、全ての弦、全てのフレット1フレットから全ての弦フレットの音を確認してみてください。
なぜこんな、ちょっと面倒いことをしないといけないかというと、例えばこの、例えば3弦1フレットの音は全然フレットにぶつかってないのに、3弦の2フレットだけなぜか音がビビってると、まあフレットに弦がぶつかって音がジリジリとすることを音がビビると言うんですけども、まあそういうある特定のフレットと弦だけ、フレットだけ音がビビってしまってるということがあるんで、そういうのもぜひとも確認してみてください。このような感じで、で全ての弦をこう確認していくという、いうふうにしてみてください。はい、そしてあと、チェックするポイントは、このネック、まあ、持った時に、自分の手のサイズに合ってるかと、持ちやすいかどうかっていうのを確認してみてください。これは本当に、人の手のサイズはまあそれぞれ違うのでですね。あとは実際、エレキギターであればアンプに、楽器屋さんでアンプにつながしてもらって、そして音を出してみると、それで自分の気に入った音かどうか、なんか音に違和感がないかとか、そういうの、違和感、音に違和感っていうと、まあちょっとまだ最初の方はなかなか気づきにくいと思うんですけども、まあ、とりあえずなんかあからさまに直感でもいいんで、なんかこの音嫌だなとか思わなければ、まあそういう音じゃなければまあ OK かなと思います。そして、あとはもう、ほとんどデザイン、自分の見た目の、自分の、そのギターの見た目を重視してデザインで選ぶっていうのも、まあ最初のうちはまあいいかなと思います。はい、あとは、そうですね、ここのナットの部分とか、このナットの部分が、高すぎないか低すぎないかっていうのも、チェックしてみてください。またギターのこのさっき説明した弦高というのは、弦の高さというのはギターを購入した後でも調節することは可能なので、その後、弦高に関してはまた他の動画でも解説しているので、そちらの方参考にしてみればなと、見ればいいかなと思います。とりあえず、弦のね、一つ一つの音を確認すると、弦高を確認するという、この2つをまず、チェックしてみてください。これがお店で買う際の最大のメリットだと思います。もちろん、インターネットで購入する場合っていうのは、あると思うんですけども、インターネットは本当にお安く購入できるんで、とりあえず最初何でもいいからギター1本欲しいんだという場合はネット通販でも、僕は OK かなと思います。その代わり、届いてみてちょっと色がなんか違うなとか、色がなんか違ってたなとか、そういうことが、あるかもしれないですけども、僕も最初はネット通販で、買いました。なので、そんなに、あまりこだわらないで、ただ値段だけで決めたいんだっていう人は、インターネット通販でも、いいかなと思います。はい、以上が、失敗しないギターの選び方の、説明でした。それでは、失礼します。